はい、同人生活です。ということで、サイレントヒル続きからやっていきましょう。ここは鍵がかかってんのか。はい、ということで不明世界に入りまして、とりあえず病院といろいろ合体してるんですが、オフィエル、なんかいろいろ鍵が必要なんだけど、なんか入れる部屋が少ないっていう。あ、これ地下か。地下ってことはまずこっちの同じ階層。あ、ここも萩と。じゃあ地下行くしかないのか。じゃあ地下行きますか。でもベースは病院なんだね。ベースは病院で、そっからいろんなところにこう、繋がっちゃう。学校来たー。地下が学校になってるやん。しかも机一つしかないし。これあれか、映画に出てきたあれか、いじめられてる的な、帰れ、泥棒、死ね。まあね、そうだよね。アレッサがいじめられてた学校の記憶っていうことなんでしょうな。まあいいけど。で、こっちから出て、多分そうすると、うわぁ、なにこれ。え？とか言っちゃったけど。うわ、なんだこれ。不穏なものが置いてあるぞ。ドライバー、真っ赤なんだけど。ペンチ。で、ドライバーとペンチを使って、なんかやるんでしょうな。つか、あの、病院のさ、あの、変な、外せなかった、あの、なんだっけ、壁に埋まってたさ、ドライバーの、あ、違う、あの、ネジで止めてあるやつとかあったやん。多分、それがね、多分ここで、やっと謎が解明される気がするんだよな。多分ペンチで、あの鍵引っこ抜くんでしょう。ほぼほぼ。ほぼほぼペンチで、あの蛇口に詰まった鍵を引っこ抜くんでしょう。つか、これはあれだね。そんな広くないな。地図が必要なほど広くはないんだな、きっと。どっちだっけ？こっちか。多分こっちに蛇口があるから、ペンチで引っこ抜いてもらうと。抜け！抜くんだ。おい。抜いてくれよ。多分これでしょ。これで引っこ抜いてもらって。うん、引っこ抜くとかそういうんじゃないんだね。とりあえず蛇口を回して、そしたら落ちてくるっていうスタイルか。オフィエルの鍵。はい、ということで、オフィエルの鍵を入手しました。で、多分このオフィエルの鍵で、多分オフィエルズルームが開くんですけど、これか？これだっけ？ファレグか。じゃあもう一つの紋章があるやつだな。一番奥が確かハギトだったからこれだろ。オフィエルズルーム。よし、この中に何かあるはず。ああ。ルームじゃない。完全にルームじゃないし、何これ。うわ、めんどくさそう。で、多分それやったらこれが開くんでしょう。そこの、うわ、なんかある。石板がある。なんか嫌な予感がする。だいぶ嫌、なんだこれ。なにこれ。サメ？おう。おうって書いてある。これは？羊が4。ああ、そういうことか。羊が4、カニが10。天秤が2。はい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 。で、多分ここに入れんじゃないの？あれ？でもなんか、そんな、4つもないぞ。まあいいや。何？なに？なーに？全然違うじゃねえか。なんだよ、どういうことだよ。どういうことだ、これ。全くわかんない。ここに来て謎解きが難しくなるパティーンか。こっちの部屋は何？
壊れてる。謎解きは難しくなるっていうか、ヒントがないとよくわかんないっていうオチなんですけど。うわ、めっちゃ鍵壊れてるやん、これ。やーや。もうあの謎を、あそこを解かないともう進ませないよってことね。石板に刻まれた名前、それは冥府に帰りし者の目録。さあ、その頭を並べろ。若さを尊び、老いをあざけり、列を作れ。その時行く道が開かれる。行く手に、待つは競争、死の宴。はい。ということで、多分あの数字が、なんか人の名前が書いてあるみたいな、この石板の数字が、多分年齢で、若さを、尊び？老いをあざけれって書いてあった？ってことは、ちっちゃい数字が前で、っていうことか？まあ、頭の中には、そうだね。だから、数字がちっちゃい人の、この、頭文字を、並べていって、多分ここに打ち込むんでしょう。よし、やろう。多分ここをまず解かないと、あの変なやつは、解けないんだろうね。18歳だから A。次が AL？ ALE。ちょっと書いとこう。ALE で。はぁ！これまさか、アレッサとかなるんじゃないの？ ALE、RT。アラートになったね。アレッサにはならなかった。よし。じゃあ、アラートって入れればいいのね。RRR。R はどこだ？で、最後に T。これね。はい。ということで、これで扉が開きました。この奥に何が？いや、敵がいなくてね、助かるんですけど、箱がいっぱいある。なんか全部、肉塊を詰めたら、段ボール箱の外側にシミができちゃったみたいな、そういうノリだと思うんですけど。なんもないな。回復もないな。まあいいや、進もう。うわ、モルグ来た、モルグ。やっぱ病院がモデルっていうか、元になってるね、この場所。なんかある。なんか、もう、あからさまに怪しい陰陽師マークがあるけど。足元に以前はアイテムがあったんですが、ないね。ソロモンの護符。何それ？どこで使うの？ソロモンの護符を使うとなんか、さらなる、変貌、なんか、ムービーか。Harry? Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive even though everyone else is dead? I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa. Stay by me, Harry. Please.I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. Harry.Thank you.
うわぁ、えぐい。これさ、あえて戻ったらどうなるの？あ、戻れんの？あー、なんか、石板が落ちてる。なんだなんだ。ちょっと待って、これは、アイテムじゃない。こっちか。うわぁ、リサ。この日記を読んだら、すべてがわかるんだろうな、きっと。先生、あの患者の担当から外してもらえるように頼んだ。どう考えてもおかしい。まだ生きている。なのに傷は治らない。先生に辞める意思を伝えた。もうあの病院で働くつもりはない。部屋に数えきれないほどの虫がいる。窓や扉を閉めても入ってくる。震える私を嘲笑っている。病院へ。気持ちが悪い。吐き気がする。だけどもう何も出てこない。胃液すら吐き尽くした。バスルームの蛇口から血と海が流れ出してくる。止めようとしても止まらない。薬が欲しい。誰か助けて。あー、そうか、もう薬に手出しちゃったのね。結構もう参っちゃって。そっか。で、その結果があの死に方ってわけか。で、多分ですけど、あ、ちょっと日記踏んじゃってごめんね。多分だけど、あの、なんだっけ、バンガローだっけ、なんか、カウフマンの鍵で入ったあそこにあった、金庫の中にあったあのドラッグが、きっと、そのリサが言う薬なんだろうな。で、ソロモンのゴフはどうすんの？カウフマンが多分この病院の医者だから、そういうことでしょう。もしくはあの赤い液体がそうなのかもしれない。赤い液体か、その街に出回ってるドラッグかなんかが、そのリサの心を慰めるためにこう使われていたけど、まあもう完全に依存しちゃってっていうことなんでしょうな。これはなんだよ。これはどうしたらいいんだよ。これはどうしたらいいんだよ。多分これカニ座とか天秤座とかそういうやつなんだと思うけど、いやーもう俺ちょっとそれが何月に値するかとか超苦手なんですけど、第一ゼロってなんだよ。大体ね、ここに書いてある数字は覚えたんだけど、ちょっと待って、このさ下にあるやつは何なの？こっち。こっち。あ、一つしか押せないのね。これ多分押したまんまになるんでしょ？うん、なるね。だから、双子でしょ？これどういうことだ？これミノタウルスなんて知らないけど、俺。別んところになんかあんのかな？ちょっと待って、これ。ちょっと一回保留ね。一回保留ね、これ。で、ここは開けたでしょ？これ開けて、ここはやった。ここってなんかあったっけ？ここは扉壊れてて、こっから入ってきたんだよね、確か。あれ、こっちだっけ？うん、こっから入ってきたんだよね。で、ソロモンの護符を使うような場所ってこの外になかったから、やっぱりほぼほぼここっていう話なんだよね。ここのヒントがない。ちょっと、あ、でもそうだね。この、あ、でも一回戻ってみるか。一回戻ってみよう。ヒントがなさすぎる。ちょっと待って、つうかさ、なんかドキンドキンしてるけど。ちょっとうぜえから回復使っちゃおう。あ、待って、これ調べたら、6つの頂点を、あ、調べらんないのか。待って、ドライバーをどこで使うのこれ。ドライバーまだ使ってないよね。あ、まさか、これ。あ、ちょっと待って。ここ。ここなんかあった気がする。あ、なんもない。これは？
はい、ということで時間が来てしまいましたので、今回はここら辺で終わりにしておきたいと思います。それでは続きはまた次回。またな。